い、レオンチャンネルです。またメッキじゃんって嘘。今回はコンプセットを買いました。04買いに行ったんだけど、買いに行くのが遅くってもう売ってなかった。2個ガシャマシンがあって2個とも売り切れになっておりますので、もうしょうがないので、ファマゾン的なところでコンプセットを買ったんですが、コンプセットを買うほど欲しかったのは、またこれガシャポン限定のやつがあるんすよ。開けよう。まずこの、青いベースのやつが、はい、作田流星のメテオが、今回ノーマル枠でラインナップされてるわけですよ。で、もう一個がね、僕の一番大好きな、どれだ?白いこの成型色が見えますが、せーの、ドン!おおはい、マッハーですね。こちらもノーマル枠でラインナップされてて、特に今回はこの二つが目玉アイテムですよ。また、出づらかったりするのかな?前回のブレイブとローグも微妙に出づらいんですよねっていうのをコメント欄で見ました。デラックス版ですでに発売しておりますが、仮面ライダーフォーゼのノーマル版と、この金ピカのオレンジカラーのものがラインナップされてますね。入ってた。ピッカピカ。で、もう一個がなんだっけ?このグレーのやつがファイズだったっけ?はい、ファイズのキラキラメッキバージョンとノーマルがいますね。というか、ファイズもともとね、暗めのライドウォッチカラーだから、メッキにしてもあんまりそんなイメージ変わんないかな。そして今回もまた白いカプセルになってますので、中身がわかりやすいよね。ハイファイズのノーマル。このような全6種類となっております。ではまずは一番楽しみだったマッハライドウォッチ。こちらから確認しましょう。全体をぐるっと見回すとこうで、マッハらしいホワイトカラーがベースになってて、アンダースーツのブラックのツートンカラー。で、正面には仮面ライダーマッハの顔が映ってて、もちろんね、回転とかボタン押し動作はありませんが、いつも通り横のボタンで単体音声。どんな解説音かな?言い方いいね。マッハー。燃える炎のバイクライダーは、マッハだ。おー、シンプル。燃える炎のバイクライダーは、マッハだ。追跡撲滅とかそういうこと言わないんだね。追跡して撲滅する燃えるライダーは、マッハだ。でも、よかった気がする。まあ、でも燃える炎も間違ってませんよね。3音目。めっちゃマッハドライバー。え、めっちゃいいじゃん、これ、アーマータイム。で、必殺技。あ、これはドライブ系と変わりませんね。この4音がループするような形。じゃ、さらに、メテオライドウォッチ。フォーゼ編でも流れ星にかけて流星の画像が結構出ておりましたが、ぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で、前面パーツの成型色はマッハと同じブラックで、ベースは濃紺。でもちゃんとメタリックっぽい成型色になってて、この辺はメテオカラーですね。で、正面にはメテオの顔があって、サウンドも聞きましょう。おお、友情のために戦う剣法使いのライダーはメテオだ。最初は親友のため、途中からは仮面ライダー部のためで、確かに友情の拠り所が変わってますもんね。アーマータイム。メテオ、レディメテオ。あ、これもめっちゃメテオ変身サウンド。ピコピコ音になってますもんね。リミットはフォーゼと共通。この4音がループします。メテオの言い方いいかも。
では時空ドライバートレンド、まずはジオウのマッハアーマー。はい、LED カラーは赤色で、これで黒、白、赤とマッハカラーになりましたね。じゃあ変身。てか、このアーマーサウンドすごいいいっすよね。そして、ここ、マッハじゃなくってドライブって出た。これまで、ローグとかブレイブって、ちゃんと個別の文字が流れましたが、今回は作品名だ。必殺技。必殺タイムブレイクで、てかもう一回ちゃんとマッハセットしても、あ、やっぱドライブだね。元ネタ比較は、これ、このサウンドが鳴る。メテオアーマー装着。あ、これも意外、白発光だ。必殺。で、メテオも同様にフォーゼの文字で、メテオの文字流れませんね。2011はちゃんと合ってる。本家と比較すると、かなり両方とも元ネタサウンドが残ってますね。そして次はフォーゼのノーマルで全体ぐるっと見回すとこうで、デラックス版と比べると成形色ほとんど変わりませんね。メッキ版と見比べるとだいぶイメージ違うかな。メッキ版はオレンジカラーでも相当光ってますもんね。ノーマル版とメッキ版見比べるとこんな感じ。単体サウンドは、時計のカチカチ音は入ってませんが、基本は共通。そしてファイズライドウォッチ、全体ぐるりと見回すとこうで、正面上側下側で、そういえばこの辺はすでに食玩で発売されておりましたが、それと比べても食玩ガシャポンですね。全く変わりませんね。さっきのフォーゼも比較し忘れておりましたが、ガシャポンと食玩で差はなしです。いつも通り裏側の V と C、 ベンダーとキャンディーで見分けるような形。単体サウンド、Thank you.
フォーゼとファイズに関しては何回もレビューしておりますので、とりあえずセットして変身。いつも通りだね。メッキの見た目はこんな感じ。からの続いてはファイズ。これもメッキ版をセット。あ、でもメッキのこの光ってる感じいいね。さらに必殺はい、ということでガシャポンライドウォッチ04の全種類を紹介しました。ファイズとフォーゼに関してはすでに食玩が発売しておりますから、ガシャポンそんなに頑張って手に入れる必要はないと思いますが、メッキ版入ってるのと、あとはマッハとメテオ、めちゃくちゃ人気の2号ライダーが今回ラインナップされてますから、これ食玩に来ることはとりあえずないと思いますので、現状ねこの辺りの2号ライダーが好きな人はガシャポン探して回してみましょう。以上、ガシャポンライドウォッチ04コンプセットの紹介でした。